違ったものができてきたと。擬音で言うとスポンと沈んで、その姿勢をずっと維持したままこう後ろが回ってくるように、早くケツが出るイコール早く角度をつくと。同じ顔してないし、同じ好みじゃねえし、女の好みだって違うだろうねっていういや、ないんだよ全然いいよって言ってくれたら俺の勝ち。 Welcome to Superstar Channel。 おはようございます。はい、おはようございます。今日は何をしてるんですか。今日ここを触ってるってことはこれを持ってきた。これは一体これ、これね、あずきちゃんのリアショック。前からね、走ってる時、まあ恵比寿と岡国走ったじゃない。そのね、途中ぐらいからちょっと新しいの作りたいなっていうのは車の動き見てて思ってました。で、ちょっとね、レゴコーポレーションさんに相談して、俺のこの想像の中の話と伝えたもので違ったものができてきたと。それを最終戦の鈴鹿前のテストができそうだから、それに合わせて組み替えに来ました。これはどのような変更が、結局もともと最初にベースで作ったやつ、これも実は量産と全然違ってて、まあ大体みんなさ、分かんない人なんかは車高調なんかはさ、大体バネとさ、ショックのストロークの長さみたいな話するじゃない、はいはい、ただこの中に入ってるピストンバルブだったりとか、その上と下に入ってる伸びと縮みを制御しているシムとかバルブっていうのがあるんだけど、それの積み方だったりとか、厚さ、大きさ、穴の、ね、径の違いで、この中に入ってるオイルの積層って言われてるオイルの溶石の量、それからそれを圧力をかけるガスのガス圧っていうのでショックって形成されてるんだけど、大雑把に言うと、そこのバランスを結構組み替えることによって特性を変えられるっていう、よく言う縮みと伸びみたいなところが、それのところがこっちの最初のスタート切って2000ぐらい走ったやつより新しく作ったやつは縮みが柔らかい、伸びは今までとほぼ変わらないっていうやつに仕様変更します。早めに縮みやすく、そう、うん、簡単に縮んで、縮んだんだけどなかなかこう戻ってこないみたいな言い方かな、ニュアンス的にはね。あ、うん、じゃあそれ感じ取れるかって言ったら、実は意外と分かってないとかっていうのもあるんだけど、ただそれ車の動きには出るんで、ちょっとそこが、タッキーがね、今まで走ってて、例えばあずきちゃんのセッティングで後ろの内圧をちょっと上げないと振り出しがちょっとなんかこう楽に出ないとかっていうところが、どうしてもね、振って車が滑っちゃうとすごくいいんだけど、までっていう間、あ、うん、ここをちょっと改善したくてっていうので、そういう風に仕様が変わりました。なので今回はこのケースとロッドの長さは変えないです。うん、本当に中身の減衰力って言われてる、そこだけが大きく、うん、縮み側がこっちよりも相当柔らかい、落としてきました。うん、楽しみですね。そうだから、すごく楽にこう後ろがこ、うん、よくね、こう擬音で言うとスポンと沈んで、その姿勢をずっと維持したままこう後ろが回ってくるようなイメージかな。後ろが早く沈んでくれたら早くリアガジュになるっていうのは大体わかるじゃない、距離ってやってれば。そうですね、うん、だその辺がこうリアを滑るコントロール、滑り始めるところがもうちょっと柔らかければっていうのがちょっと見た目からあったんで、そういうところからちょっと仕様を変えてあげた方が、多分早めに、早く後ろが回ってくる、後ろがこう回り込むような動きをしてくれると、早くケツが出ると、早くケツが出るイコール早く角度をつくと、ってことはみんながよくパキーンになりやすいっていう特性なんだよね。こんなのを街乗りの車でもね、しょっちゅうやんなよ。うん、だってナンバーついてればさ、普通に乗ってさ、あ、こんな感じかな、あんな感じかなってできるじゃない。ただあずきちゃんね、ナンバーついてないし、ね、競技車両だから、やっぱ結局クローズドの場所行ってテストするしかないんだけど、だからそういうところがこう競技車を触ってる人たちって実際に走って結果を導き出す前に、このだいぶ想像でね、ある程度こう車を走らせるってよく言うんだけど、そういう風にセットアップしてんじゃないかな。イメージが大事。うん、結局それだと思う。だからそれがドライバーさんと、要は車をいじるエンジニア側とのこうやり取りだよね。要はそこがちょっとカッコつけて分かりもしないのに言っちゃったりっていうドライバーさんも僕たくさん見てきたのね。でもそれじゃやっぱダメだったり、分かんなかったら分かんないっていうふうにエンジニアに伝えれば、エンジニアだって勉強するんだろうしさ。だから今は昔と違ってて、やっぱエンジニアの人たちも相当切れ物も増えてきたし、ね、それが足回りだったりタイヤだったりエンジンだったりっていうところで結構専属の人たちって結構来てるじゃない。やっぱそういうところでちょっと俺としてはね、せっかく足屋さんにいたんだから、そういうとこちょっとね、なんとかしたいなみたいなと
ところはあるわけですよ。だから結構みんな足足って言うけど、本当に分かってやってる人ってもうそれ早いんじゃねえかなと。俺だってだって十何年前本当にここまで分かってたかって言ったら、俺もよく分かってなかった部分もある。それはさ、乗ってこられてから、うん、そうだね。乗ってる最中はだって運転手なんとかしちゃうもん、ドリフトって。だそこがタイムアタックやったりすると結構アイテムの差だったりとかセットの違いとかで、ね、数字で出るじゃない。でもドリフトってなかなか出ないよね、うん、だから俺なんかは未だにねドリフトもグリップも両方やるんだけど、やっぱこういうアイテムを感じ取るっていう力でを高めたいなって思うのと、あとはまあ結局人の走りだったり人の車を見た時にセットアップを導き出せるためにもやっぱり自分は走ってないと分かんないで、両方のジャンルをやってないと分からないっていう風にやってますよ。これでさ走りが良くなったとかね、タッキーがね、いや前のより全然いいよって言ってくれたら俺の勝ち。ワンランク下のタイヤを使ってね、結構いいとこまで行っちゃうとさ、ね、上のタイヤ履いてる人たち肩並べられればいいじゃん。じゃあそれは何が違うのって言ったら、うんちゃんの腕か他に使ってるアイテム、そうタイヤを生かしてるアイテムの差だよねみたいな。もうそれはね、オレンジの足のね宣伝材料のね一番いいパターンなんですわ。これでドライバーが波だから全然いいのよ。やっぱ足いいんだみたいな話になって、くれりゃいいんじゃないっていうとこじゃない。この間の富士の時だってやっぱ俺とタッキーじゃ全然もう乗り方がまるで違うから、そうですね、そうそうそう、だからそこの差をじゃあね、俺が乗りやすいっていうやつはもしかしたら乗りにくいっていうのもあるだろうしね、はい、みんな同じ顔してないし同じ好みじゃねえし、女の好みだって違うだろうにっていうのと一緒なの。違うんだ、10人十色、そう10人十色。100人いたら100通りっていうところがあってさ、多分外から A 見ると、こうやって加速していくわけ。前はこうやって走ってたけど、はいはい、でそんな違いますか。多分違うはず。展示で言ったら、もうこんなには下げれねえだろうぐらいまで沈みが浅い。じゃあ三輪ドリフトまではパワーねえからいかねえな、多分。そこまではいかないと思う。上げてくんないですかね。ああ、いやパワーが上がれば可能は可能かもしれないけど、レートがそこまでいくかな。フロントが浮き上がるほどさ、パワーがありゃいいけど、こっちは多分勝つ力とね、はい、ウィリーしたいですね。いや、この辺でウィリーする人ってそんなにいないじゃん。だってウィリーするとだって必ず姿勢崩れるね。そうそう、減点になるだけですから。そう減点になっちゃうから、こうなっちゃうからさ。そうアタフタアタフタ、うん、D1 バシルだったね、こうやって、うん、楽だと思う、こっちの方。ただ俺が乗ると怖くするんだけど。こんなの。いや、こういうふうにしそう。車速が落ち切る手前ぐらいからアクセル入れて、ガッと後ろが沈んでから、リアだけがこう、フロントのカウンター角が割と面かじいっぱいに近くて、アクセルだけでこういうふうにいけるかっていうところが見たい。うん、その時の姿勢と、はい、うん、その振り出した時に少しでもこう、ピコピコしないか。綺麗に真横になって走るかっていうところが欲しいから、来週ですね、うん、来週はナイツが、うん、これ自分の車なんかみんな26号とか履いてるでしょ。俺の車400馬力くらいあるのに2、3号しか履かないのって、はい、そこなのよ。細いタイヤで基準ベースの範囲の一番低いところを作っとく、ベースラインっていうんだけど、そこを低いところ作っとけばタイヤを幅広にする、要はプロファイルが変わるっていうだけで、単純にタイヤのイニシャルグリップが上がるわけだよ。じゃあ足回りよく動くわけだっていうところの、要は変わらないものっていうところの線ができるって言った時に、そこは調整の幅で取るようにしてるから、だから細いタイヤでもグリップしっかり稼いどけばもっと太いタイヤ入ったらどうなるっていう話なんだよ。単純にもっと速くなるだろうし、もうちょっとスピード出せるとか、もうちょっと奥まで突っ込めるとか、そういう定義ができるわけです。そういうことなんですね、うん、だから235だし。
でそこもローグリップでセットしておくと、じゃあ同じサイズなんだけどちょっとグリップの高いタイヤ履いたらって言ったら、もうちょっと進入速度を上げるとか、もうちょっとこうダイナミックな振り出しができるとか、もうちょっとブレーキが奥まで頑張れるとかっていうのはね、そういう練習さえしてれば誰でもそこにセット変更した時の乗って合わせ込むっていうのは、要は運転手のね仕事、ドライバーの技術としてはそんなに難しくないのかなと。だってタイヤグリップしてるんだからもうちょっと頑張ってもいいかなっていう気持ちだけでは乗れるはずだから、そういうところもセットアップっていうところが、ね、こうみんなセットアップセットアップって言うんだけど、みんなのセットアップってどうなんだろうっていうところもあるんじゃない。あ、うん、これのセットアップ術はそうです。多分他の人とはちょっと違うかな。でも大抵のプロの人たちってなんかこういうふうにやってんじゃないって思います。ありがとうございます。